で5番目暗示される機能、うん、自信がないとかその以前にその発想はなかった、うん、と思うほどに欠けていて意識することもない、うん、が自己実現のためには必要なのでこの機能について話し合うことは、うん、要は自覚することができるようになるので有用ですと、うん、また社会的なニュアンスにも疎いので悪用されないよう気をつける必要があります、うん、という暗示される機能が TI 内向思考ですね、はい、体系立てて物事を見ることが得意な人々を大いに尊敬します、うん、尊敬します直接には関係しない背景知識をたくさん持っていることよりも、うん、概念を明確で簡潔に説明できることを好みます、うん、自分の行動が意味のあるものであってほしいと思っているので、うん、行動の背後にある概念的な理解が正しいことを誰かに保証してもらう必要があると、うん、確証が得られない場合には混乱して全く理性的に動くことができなくなってしまいます、うん、まあ出ている表にもありますように、はい、色が濃いほどより色濃く出る、うん、色濃くというか色濃く得意そうですね、うん、強く出る、うん、強く出るじゃないな、あでも強く出る部分ですね、はい、で下の4つは無意識というか、はい、意識にない部分ですね、うんうん、だから無意識レベルで使っ無意識レベルでに苦手だから使ってないみたいなところですよね、はい、うん、意識その発想もなかった、うん、はい、では6番目、はい、6番目は動員する機能と言われていて、はい、自分の行動に強く影響を与えているのですが、うん、自分にはよく分からないため、うん、これを主導する機能に持っている他者から学ばなければなりません、うんうん、未発達ではあるが日常の簡単なことなら十分にこの機能を使いこなせるようになります、うん、というのが SE、うん、動員する機能が SE のこのタイプは、うん、自分の目的を達成することには自信を感じるのですがどっちの道を選べばいいのかで躊躇しがちです、うん、こういった場合最後には自分で選べるように他者の支えを感じる必要がありますと、うん、競争や大変な努力をしたり人と一緒に障害を乗り越えるといったような自分の意思や人間のパワーが成長していく様子を見たりするのが好きです、うん、しかしこれらの努力のためには人から喜びとやる気を人から与えてもらわなければなりません。外交感覚が動員する機能だよ、うん、成功するよ、はい、目標達成するよっていう自信がある、うんうん、がどっちの道は選べばいいかで躊躇しがち、うんうん、でこの場合は最後には自分でどっちって選べるようにするために他者の支えを感じる必要があると、うんうんうん、それはなぜか、うん、競争や大変な努力をしたり人と一緒に障害を乗り越えるといったような自分の意思や人間のパワーが成長していく様子を見たりするのが好き。しかしこれらの努力のためには心からの喜びとやる気を人から与えてもらわなければなりません、うん、そうか、この人は人と一緒に行く人ですもんね、うん、でも結局は自分で選べないといけないで、まあ、それが苦手って話ですよね、はい、だからあの人の支えが必要みたいな話じゃないですか。それは人に聞くっていうことじゃなくて、うん、支えを感じ、うん、エニアグラムをここで持ち出すと、うん、勇気を持つってことですね。じゃあ自分を信じてこっちに進むんだ、うん、っていう、それはなぜか、うん、支えられてるじゃんっていうふうに僕は受け取ったんですけど、うん、今嫌って言いましたね、まあ、単純に支えが必要みたいな話じゃないですか。苦手で参考にした方がいい、周りの人に助けを求めた方がいいっていうことなんですかね、うん、まあ、どっちかっていうと苦手な部類の機能じゃないですか、はい、あ、なんで得意な人から見て学ぶ必要がある、うん、あ、そうそう、得意な人を見て学ぶ、ああいうふうにやればいいんだとか、はい、っていうのを、まあ、周りから得ましょうみたいなとこじゃないですか、まあ、聞くみたいなのも入るかもしれないけど、はい、まあ、見るとか、はい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 、お願いするとか、はい、っていうところですかね、はい、では引き続き7番目ですね、無視された機能
無視された機能というのはブレやすいことを除けば十分に発達している。そうですね、この色の濃さは発達の度合いですね、はいはい、発達していますが、うん、普段は抑圧している、はい、望まないコミュニケーションの際には自らの主導する機能を守るために活発化することはあるが、うん、その反面この無視された機能は悩みの種になりますというのが、無視された機能は FI、うん、内向感情ですと、うん、この無視された FI、はいはい、内向感情は、うん、関係の格付けを反映した合図を、うん、感情表現という形で送り合わないくせに、うん、2人が深い絆で結ばれているなんて状態はありえないという猜疑心や、うん、そういった関係を固めてしまうことへの抵抗感として現れます。例えばはっきりとお互いに愛情を表現せず、うんうん、むしろ人前で感情を抑制し合い続けているようなカップルを見たら、うんうん、このタイプは、うん、愛がないあるいは生ぬるい関係だ、うん、とみなそうとするでしょうと、うん、このタイプは人が別の人に抱いている個人的な感情について議論したり探求していったりすることを理解はできます、うん、しかしこうした議論や探求は同じ状況下で人の感情がどのような状態なのかに焦点を合わせることかに比べると、うん、あまり面白くないし無意味なことだと思います、うん、感情表現を出せよ、はい、うん、出せよって思ってる思ってる、うんうんうん、だし、必要だよだし、うん、そうやってやることでコミュニケーションが円滑に回るなら特に思ってなくてもそうした方がいいじゃん、そっちの方が得じゃん、うん、って思っている、うんうん、見なそうとするでしょう、してますね、うん、だから出さない人は、はい、こいつは大して思いがないとか、うん、そういうふうな評価をする、うんうん、っていうことが書いてあり、うん、またこの感情について議論することを理解はできる、うん、ただこうした議論や研究は、うん、なんて言うんだろう、状態によって変わるじゃん、うん、だからそっちに焦点を合わせようよっていうことに比べると、うん、このただこの、うん、なるほどねそういうことね、うん、よく僕がやる、はい、内向型っていうことは分かったと、うんうんうん、それはもういいと、うんうんうん、その先だよ、うん、っていうことですよね、多分これが言ってるのって、うんうん、要はこの感情について議論しよう、うん、いやいやいや感情、うん、感情について議論しようがしたいよりも違うんだって、うん、僕は感情よりもこの感情どう使うかを議論しようよ、うんうん、っていうことを僕言ってますもんね、確かに、うんうん、なるほど、うん、でこれを僕は得意に使ってるのか、うん、この辺で十分に発達しているか、十分に発達してってまあ下だから無意識的に使ってるんですよね、はい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 、そうですね、悩みの種になると、うん、そうですね、はい、だって感情のための議論の場で、うんうんうん、君は必要ないようですもんね、うん、そこでわーわー言われてもさって、うんうん、確かに、だし、うん、そっちの感情の議論の方が大事だっていうグループもあるわけですもんね、うんうんうん、なぜそう思うのかみたいな、はい、確かになぜかはいいんだ、そう感じてんだからって話じゃないですか、うん、そう、はい、そうですよね、はい、では最後8番目、証明する機能ですと、はい、主導する機能と同じく強くて発達した機能だが、うん、同時に最も無意識の深いところに沈んだ最も無自覚な機能でもありますと、はい、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することができないかもしれない、うん、がその世界背後で世界観を形成しているのがこの機能ですと、はい、いうところがNE 外交直感、うん、どんな類のアイデアでも上手に生み出すことができますが、自分ではそのアイデアを真剣には受け止めないし、うん、アイデアを生むことをある種の価値のない娯楽として見ていますと、興味のある分野に無関係な事柄について考えることに誘導すると読むんですよね、これは。いや、遊ぶっていう字に宝刀の塔、うん、誘導する、要は遊びふける、う
例えば主食、要は酒の色にふけること、うん、まあ、放蕩とも書いてあるので、やっぱりまあ遊びほうけることですね、うん、なので 無関係な事柄について、あの遊びほけるよりは、うん、自分の想像力と洞察力を具体的に何か成し遂げようとする場面で使う方が自然ですと書いてあります、うん、ああそっか、色のは感情なんだ、うん、感情、要は ENFJ じゃないですか、うん、色のは感情です。あの N は十分発達しているけど、うんうんうん、けどっていうことですね、けど、うん、激しい怒りの場面とかにしか出てこないみたいな、ああはいはいはい、まあ、だけどこう背後では影響してるよって話ですよね、無意識的に。なるほど、うん、なるほどね。あっていうところで、うん、まあ、指導者、うん、とまあ ENFJ、 EIE は指導者って出てきて、うんうん、要はそのカリスマ的な、うん、その、あ、まあ未来を見てですもんね。だとするとやっぱりこの理論的になんか、うん、理論的に理路整然と説明されるよりも、うん、なんかこの気持ちでわーってありますよね、なった方が、うん、私には夢があるみたいな、うん、そうですね、あの俺についてこいってやられた方が、うんうん、みんなあそこ行きたいだろう、はいはい、おざきおざきってなるような気がします、はい、笑いたいやつは笑え、うん、ついてきたやつは俺についてこい、あ、そうそうそう、おざきおざっきーですよね、うん、はい、あ、なるほど、うん、なんか一緒にして今なんか尾崎のコンサートホール、はい、ブルージーンズにヘインズ、うん、金のブレスレットが出てきました、うん、はい、そういうとこですね、うん、そっか、人の上に立つ、要はみんなは主人公だ、うん、で、なんて言うんでしょう、僕も外交的で、うん、まあ、アドラー先生には怒られますけど、うん、なんか承認欲求が若干強めの時に、僕はどうしてもその思考が苦手だと思ってるので、なんか理路整然とせねばっていうのがなんかどうしても出てくるんですけど、あ、そっか、そのお先パターンもあるんだっていうのが今、それをやってる人たちですよね。ああ、なるほどね。これは僕はあの SE、 これ政治家なんですけど、はいはい、まあ、政治家も指導者も似てるのもんね。そうですね。あと、あ、これは取り入れられるなって思いましたね、うん、未来なのか今なのかみたいな、はい、そこなんですけど要は人からはーってされるときに、うんうん、なんかその理路整然と喋るっていうところではなくて、うん、なんかこの熱狂させる、熱狂させるやり方もあるんだなっていうところですね、うんうん、勉強になりますねこれは、はい。